はい、ではよろししくお願いします今日のテーマです、ね、はい「魂レベルを上げる」というテーマなんですけども、はいえー、人生というのは、まあ、うまくいけば、まあ、100年近く生きれるかなと思うんですけど、うん、やっぱりこう産んでもらえたからには個、うんまあ、性を全うするといいますか、まあ、自分自身を成長させながらこう生きていきたいと思うんですけど、うん、こう人格といった部分で成長していくためにはどういったことを大切に生きることが大切だと思いますか 魂レベルって言うとなんか難しい気がしますけども、まあ、そもそもあの人間の構造っていうのはやっぱ魂ってどこにあるのかって考えるとまあイメージでいいと思うんですけど一般的に私たちが物質世界ってこの体がありますボディですよね。でその体の内側にあるのが感情って言われてるものだと思うんですよ、ね。感情面。これは体っていうのは五感で感じますよね。 五感で感じるから、まあ目で見る、音聞く、鼻で匂い嗅ぐ、ねえー、味覚、そしてて触覚って言われてる五感で。その内側にある感覚ってこれ感情面やと思うんですよ、ね、楽しいとか、まあ、怒りとかそういった感情面これはあの感じるけども見えないですよねこれが怒りとか不安とかの感情面楽しいとかの。でそこまでは健在意識やと思うんですよ。 意識の中でもじゃあもっと奥にあるものって何ですかっつったらそこに初めて心っていうものがあるんじゃないですかマインドって言われてるてとねだからその心の部分っていうのは今度は意識できない意識の中でも意識できないから潜在意識って言われてるてと思うんですよ。っていうことはその奥にあるのが今度は魂の部分じゃないかなとつまりもう心からの奥にあることってもう潜在意識レベルなんで。 自分でもわかんないし、意識の中なんだけども意識できない。だ心ありますかって言ったら、あ、ありますよ。じゃあどこにありますかって言った時点で、ここにあるって言ったとここにある人に分かれると思うんですよ。うん。だからじゃあ心ってどこにあるんですかいや、ないんですかあるんですかいや、大体いい日本人やったら心ありますって答える人が多いと思うんですけども、まあマインドです。だから、あの、よくトラウマとかね。 言いますけどもまあ、まだ脳が発達してない時に心に傷がついている、まあ、例えば虐待を受けたとかいじめにあったとかっていうそういったちっちゃい時に受けた幼少期の傷が心に宿っている場合は要はそこで、えー、トラウマが発生したりするんであんまりなんでそうなったかわかんないけど大きくなったら対人恐怖症になってたりとか人が怖くなったりしている方もいらっしゃいますよねまあ、インナーチャイルドとかそういったあ意味もありますけどもそういったまあ 構造に魂があって心があって、まあ、感情面があってそして体があるんだよって考えていただければじゃあその魂の成長は何なんですかって言ったらやっぱり私たちのこの現実世界を大事に生きることじゃないかなと思うんですよ見えない世界はもちろんありますよでも見えない部分はあるわけやしじゃあ感情面とかあと心もなんとなく感じにくいかもしれないけど でも心って何ですかって言ったら結局固定観念や先入観や価値観やと思うんですよね。うん、ってことは固定観念や先入観や価値観って仲のいい友達とかが見たら分かるんで自分ではあんまり分かんないんですよ固定観念って。こうしなければいけないこうじゃなければいけないって言ってるやつね。だからそういったのっていうのは仲いい友達は「お前って頑固だよね」とか <laughs>。 っっっっててててこんんな観念持るるよねっていうのは分かってくれるんで、うん、だからそういった意味では心の成長っていうのはたくさん友達を作ることとかあと腹割って話ができるやつ一人でもいいんで、うん、あのそういった腹割って話ができる中のまあ友達ですよねを作っていただくことが一番いいんじゃないかなとそうすることによって腹割って話できる相手全ての人にとは言いませんよ。 うん、それは表面付き合いの人もいるし仕事上だけの付き合いもありますし全ての人に腹を割るっていうことはできひんけど、まあ、腹割って話できる人がおればあの自分の心も強くなっていけるかなと思いますし、うん、悪いところも指摘していただけるから心から変えていくことができればいいと思う。でもそこのためにはやっぱりこの五感で感じるこの体私たちが生きている世界っていうものを やっぱ五感で感じながら大切に生きていただくことじゃないかなであとは感情面に向き合うこととか心の部分、まあ、これは友達腹割って話できる人を、まあ、作るここで魂っていうものはどんどん進化していけるんじゃないかなと思います。来、うん、てる、まあ、職業だったり、うん、そういう役職的なその鎧みたいなのを脱いで、うん、こう話せるような友達ってことですかそそそそう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 ,そう だから、まあまあ、彼氏、彼女だとそうかもしれないし、まあ、あとは、ね、夫婦関係でもそうですしまたは尊敬できる人やね同性同士でももちろん結構なんで、まあ、何でも話してきる大親友みたいなね、うん、何も隠さずにでも短いなればなるほどその人の人心ってわかりますよね、うん、深くつき合えば付き合うほど、うん、その人のこ、えー、頑固だとかあのピュアだとかね、うん こいつはこういうとこで弱いんだよとかね友達こそ分かってくれると思うしだからアドバイスもらえると思うし、うん、そう考えたらやっぱ人間関係といえば深くお付き合いをしていくっていうのが大事す、ね、そう全ての人とね深く関わるのは難しいけどまあ1人でもいいし2人でもいいんでともかく払われる人たちをどの関わり合いっていうのを作ってみるっていうのはすごい大事じゃないかなと思う、うん、だから本気でぶつかり合ったりね 喧嘩するほど仲がいいとかいいじゃないですか。もうほんと大喧嘩できるぐらいの腹割って話ができる仲間とか、まあちょっとそういった友達大親友がおれば、うん、もしくは先輩でそういう尊敬できる人や、本気で心配してくれる先輩とかがいるとかね。そういった人たちがいるほどやっぱり心っていうのは成長できるんじゃないかなっていうことはやっぱり生き方変わってくるし、うん。 そうするとやっぱ魂の成長っていうのは役割の成長なんでねやっぱりその役割同じように生きれる人っていないと思うんですよ、うん、いくら兄弟であろうが親子であろうが夫婦であろうがね同じように生きれる人はいません絶対10人といないと思うし、うん、だそれぞれの役割があると思うんですよ。ということはやっぱその役割をフィーリングが合う人同士がねあの腹割って話できてで 注意してくれたり、まあ、叱るですよね怒るよりも叱ってくれる人であったり真剣に自分のことを考えれる人っていうそういった人たちを作っていただくことが一番魂の成長になるんじゃないかなっていうことは自分も真剣に人のことを考えてあげる人にならないか、ねうんでねそう考えれることも成長ですよねそういうことだから人を応援できる人こそ応援してもらえるしだから真剣に人を応援してあげなよ うん、どうしたらいいか分かんなかったらもう誰でもいいからともかく応援してあげな周りの人たちをね、まあ、それが親であるのか子供であるのか、まあ、それは友達であるのでもいいし、うん、でもそうやって応援してればいつかね自分も腹割れるし相手も腹割ってくれるような、うん、お話し合いができるんじゃないかなと思うしだから最近腹割って話できる人がいないからねなんかあの「怒る」っていう言葉もさ まあ我々世代とかもうちょっとこう年いった世代だったら腹立つって言いません腹立つってだから腹を割るっていうのは腹にやっぱりこうエネルギーが溜まるっていうかだから侍が切腹するのもお腹を切腹して解釈するでしょ首を落とすっていうようにやっぱ腹を割るっていうことはお腹にエネルギーしっかり溜めとかないからじゃないと地に足がつかないからうん だから腹っていいうののは心の部分やと思いますしだから腹立つっていうのでもうちょっと若い世代になるとムカつくってなってませんでもっともっと今どきになると頭きたっていうんですよ。だんだんん上上に上がってききててです、ね、で頭きたっいうことやし頭いっちゃったらダメなんでしっかりと腹に据えることってことは腹を割って話ができる人そういった仲間を作っていただきたいなと思います。 はい、ありがとうございます。